こんにちは、親方です。こんにちは、子方です。早速前回の続きをやるぞい。前回どんな感じで終わりましたっけ？もう忘れたんかい。いや、一応視聴者様のためにってことで。たく、アルストと呼ばれる世界でサルベージを生業としてる15歳のレックス君、お世話になってる紹介で、普段からお目にかかれない会長から呼び出しがあってというところで終わったんだぞい。ありがとうございます。バッチリ思い出せました。おい、結局忘れてるじゃないか。あ、しまった。なははは、次行きましょう。早く。やれやれ。ってことで、続きをお楽しみください。来てくれたも、アバリティア商会会長のワンダも。このニコンちゃん、あんまり変わらない。はじめまして。そうかな、我が輩的には、あの大塚明義がしゃべっているかと思うのが、サルベージャーだと聞いて。そうなんですか。それを見込んで、ちょっと頼みたいことがあるんだも。会長自ら、俺に仕事の依頼を。報酬は10万ゴールドだもん。10万？なかなかの大金だね。聞いて驚いたも。10万。ちなみにそれは手付金も、成功報酬はさらに10万プラスだも。合わせて20万。マジですか。うわ、一気に大金持ちです、ね、やります。このレックス、全身全霊をもって仕事に当たらせていただきます。よろしくお願いします。お前、依頼の内容は聞かなくていいも。ああ、そうだった。で、どんな仕事なんですか？本当に大丈夫かも？もちろん大丈夫です。まあいいも。話は直接聞けも。入れるも。はい。あの姉ちゃん、細い腕に合わない勢いで開けましたね。結構重そうな扉だったのにの。なんか可愛らしいお嬢さんが出てまいりましたよ。全身オレンジでまとめてるけど、ブルースリーでも憧れてるのかな。なんか怖そうな兄ちゃんですね。こっちはなんだか FF にいそう。実際に FF の人がデザインしたぞい。ドライバー。それにブレイド。もちろん主人公サイドは違うんだが、初めて見る。一部のキャラは FF の依頼内容は徹夜氏が担当してるんだよ。ある物資の引き上げだ。すごいコラボですね。最近の海流変動で発見された未探査海域のかなり深いところに沈んでいる。へえ、それは腕が鳴るね。ベテランのチームを紹介するって言ったけど、リベラリタスの出身で少数精鋭の人材をという希望だったも。それで白羽の矢が立ったのがお前なんだも。へへへ、悪い気はしないな。子供のサルベージャー。シン、今回の仕事って子供の遠足も兼ねてるんだっけ。なんだよ、見た目が子供っぽいのはあんただって同じだろ。私はこれくらいの額でそんなバカみたいに喜んだりしないよ。バカみたいってなんだよ。レックス様でしたな。こたびはお嬢様が大変失礼なこと、何卒ご容赦を。あら、見た目に似合わず、ものすごい心身。あんたまた余計な口出し。よせよニア。まあ気持ちはわからんでもない、そして確かめるのもたやすい。いきなり何するんだ。なるほど。メツ、子供相手に何やってんだよ。この小僧じゃ不安だって言ったのはお前だぜ。私はそんなこと言ってないよ。言わずとも思っていたろ。で、結果は見ての通りだ。やるじゃねえか。見たところドライバーではなさそうだが、そのアーツ
どこで覚えた？ちっちゃんに教わったんだよ。小さい頃から。遊びといえばこればっかりだった。腕は申し分ない。度胸もまあまあだ。しっかり働いてくれ。なんだか感じ悪そうな集団ですね。まあ感じよかったらあんま物語にならな。おっと、このチーム、ヤッコさんが唯一の両親になりそう。もう、もう、なんともやかましい連中だ、もう。手付金も、これで必要な装備を買い揃えてから右舷の桟橋に行けも、そこで俺の手配した素晴らしい船が待ってるも。わかりました。ようやく動かせるようになりましたな。あのムービーだけで5分、意外と長かったですね。脚本を書いている高橋監督は元からゲーム畑出身なんだが、共同執筆してる人がアニメ畑出身なのでテンポがそっちに近いのもあるだろうね。ふーん。というわけだからさ、行ってくれや。 2,3 日で帰ってくるから心配しないで。というわけだからさ。じゃないわい。そんなわけのわからん仕事を引き受けおって、依頼主の素性もわからんのじゃろ。会長直々の仕事だよ。大丈夫だって。じゃあ行ってくれ。じっちゃんはここでのんびりしててよ。おい待つんじゃ、レックス。レックス。じっちゃんの言うことはもっともですが、まだ年端もいかない子供に大金の仕事って怪しすぎるしね。買い物してこいってことかな。お、なんか出てきましたよ。とりあえず、はい、押してみるか。クエスト周りの説明ですが、メインクエとサブクエがある模様。トリマ、動画的にはその2つがあることが分かれば十分なのでカットします。序盤の値段にしてはまあまあ高いですね。今のレックス君にとってははした金ですが。いきなり息子から大金送られてきたらご両親びっくりするでしょうね。なんかヤバい仕事手に染めてるんじゃないかと心配したくもなるの。しますよね。メロロさん、大正解。それが普通の感覚ですよね。おや、BGM が変わった。夜になったんじゃな。このゲームは昼と夜で BGM が変わるんじゃ。へえ、落ち着けてずっと聴いていたくなる音楽ですね。おばさん、お母さんじゃなかったんですか。これについてはそのうち明かされるイベがあるのでノーコメントです。すまん。ほう、どんな事情があるのか気になりますね。どれくらい離れてるのかわからないけど、運んでる途中に腐らないですか、それ。クール宅急便的なもので送ったんじゃないかな。ミニゲームってわけでもないけど、これでお宝探しができるんじゃ。ほう。基本的にはこれでお金稼ぎすることになるかの。
へえ、モンスターからは稼がないんですね。さあ、お宝探しの時間だ。いや、モンスターからもお金は入るんだが、サルベージの方が余裕で稼ぎがいいんじゃよ。そうなんですか。行ってきます。さすがは食料にしてるだけありますね。何が出るかな、開けるの楽しみ。こんな感じでお宝が入って、それを売ることでお金が手に入るんじゃ。え、何かの材料になったりはしないんですか。もちろんなるぞい。その辺はまた今後の機会でな。なんかバトル始まってますね。技術が低いうちにはたまーにモンスター引き連れてくることもあるんじゃ。もちろん技術を高めていけばモンスターは次第に出なくなるぞい。へえ。楽勝。いただき。良いも何も比較対象がないからわからないですよね。まだまだ買い物が続きますね。まず魚屋なんてものがあるのにびっくり。他の RPG だと武器、防具、魔法屋だけで、日常的なお店はほとんどノータッチですしね。着いたぞい。どれ買えばよかったっけ。何でもいいだそうです。じゃ、適当に選ぶか。おお、メインクエが終わったみたいですね。街での基本的な行動をチュートリアルしましたって感じじゃったの。あとは休んで次のイベに直行ですな。そうですよ。親方様、何してますの。いや、宿屋探してたら気になるマーク見つけてな。どうやらサブクエを受注したみたい。あ、出た。今度は鬼ごっこか。出たって何が。いや、ゼノギアスのことを思い出してな。最序盤にこういうイベントを仕込んでたんじゃよ。当時はじゃんけんで5連勝しなきゃならなかったんだって。もちろん完全ランダム。うわー、5連勝はきっついですね。サブクエみたいなもので無視はできるんだが、そのじゃんけんは最序盤しかできない上、そこでしかもらえない報酬があるので、やり込み派にとっては地獄だったの。確かにそこでしかもらえないなら逃すと悔しい気分になりますね。今回はかくれんぼで、しかも1回限定だから、それほど苦しむことはなさそう。ちょっと親方様、かくれんぼ中に何サブクエ受注してるんですか。いや、アイコンが見えちゃったからつい。サブクエが進行中でも別のサブクエを受けたりもできるんですね。サブクエ受けすぎて今何を進行してるのか混乱しないように気をつけないとな。どうやらモンスターを倒してほしいようですね。いわゆる討伐クエストってやつですな。さすがにここは EA だな。もしかしてこれ会長が用意したものなのかな。かもね。あれ、この子たちを探すんじゃなかったんですか。この動画で本作品に興味を持ってプレイしていただくことが前提なので、どこに隠れてたかは全部カットしたぞい。なるほど。またあるんですかね。どうかの。170時間が損んだ時点ではこれ以上かくれんぼイベは出てないがの。ふーん。ムキムキベルト、一体どんなベルトなんだろうか。
末の知能って自分で自覚できるものなんですか？さあ。レックス君、モテモテですね。ノポン族にモテたら毎回モフモフさせてもらえそうで、いいのを。今度はさすがに払いますか。そうですよ、じっちゃんの言う通りですよ。うまいこと言いくるめられました。てか、いつの間にか町の人たちに話聞き回る動画になってません？何分特殊すぎる世界なので、町の人たちの話からどういう生活をしてるのか知るのも大事かなぁと。やっぱりモコン族は可愛いですね。部屋に一匹置きたいです。可愛いのは見た目だ。ええ、いや、何でもない。そうですよね、15歳にしてはすごいですよね。あ、これもう一つ受けてたサブ系の討伐対象かな。かな、倒してみましょうか。やっぱり討伐対象だったみたいですね。じゃの。というわけで、こっちも一丁上がり。あちこちうろうろしてた回ありましたね。うふふふ、かわいい。サブクエと思ったら違ったの。そろそろ疲れたし泊まりましょうよ。ほいさ。あれ、このシステム、FF15 にもあったような。あっちから輸入したのかな。ゼノシリーズは自由に遊べる分、寄り道でガンガンレベルが上がるので、いつの間にかメインストーリーの適正レベルを超えちゃったりすることがあったからの。なるほど、それでレベルアップは22にしてね、ってことですか。そうじゃな。ってことで、我がハイラもここいらでお開きにしましょうか。そうですね。で、今回ももう終わりなんですか。会長から依頼を受けて、その準備をしましたってことぐらいしかメイン進んでませんよ。町の人たちの話を聞くのもメインの一つ。じゃ、ダメかの？ダメってことはないと思いますけど、必要なんですか、あれ？そうじゃな、さっきも言ったけど、住人の生活ぶりは特殊な世界観の理解につながるし、だいぶ先まで遊んで、あれ、伏線だったんだと分かったこともあるので、その2点を基準にして選んだつもりなんじゃが。え、あの住人たちの話の中に伏線があるんですか？うむ。あ、どれかなのかは詳しく言わんぞ。ふーん、そういうことならば私は何も言いません。町の人たちの話もシナリオの一部として楽しみましょう。そうしてくれたら嬉しいのを。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。むー、次回はちゃんと話進むんでしょうね。そうじゃの。次回からしばらくはメインストーリーなので安心していいぞい。よかった、それなら間違いがありますね。うむ。ということでまた次回をお楽しみに。お楽しみに。世間知らずはめんどくさいって言ってんの。世間知らずはお互い様みたいじゃないか。お前じゃない、ニアって名前がある。レックスでいいよ。年上がみんな偉いのかい。じっちゃんは年寄りは敬えって言ってたぞ。年寄り